はは。い、こんにちはレトスの大野です本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます予想模試の値上げまであと1日となりましたお盆休みに時間があるというのであればこのお盆休みを使ってぜひ予想模試を行っていきましょうそして予想模試をやるからには実力をつけていただきたいです市販の模試もあるんですけどもやはり解説が薄くて自分自身で調べないと実力ってつかないんですねそうなってくると時間効率が非常に悪いですまた 何を調べていいのかわからないという方もいると思います一方で弊社レトスの予想模試は理解すべき部分まで解説に記載しておりますなので調べる内容も少なくなるんですねまだ過去も勉強しているからまだあとかな予想模試あとかなって思っている方いると思うんですけども早めにレトスの模試を行ってみてくださいなぜかというと予想模試っていうのは点数を取るためにやるんじゃないんですね実力を上げるためにやるんですよ そのためには理解学習を実践するのがもう手っ取り早いんですね。過去問では理解学習ってできないんです。お持ちの過去問集の解説に理解すべきところまで書いてあるというのであれば理解学習ができるんですけども、まあ、多くの過去問集がそうじゃないんですね。これは予備校から支給されるものもそうだし通信講座のものもそうなんです。おおよそ理解学習ができない教材になってるんですよ。なので自分自身で調べなきゃいけないんです。 そのような勉強をしていたらいつまで経っても点数伸びてこないんですね。なので、過去問からやるっていうのではなくて、弊社は予想文書を出しましたんで、その予想文書を使って、ぜひ理解学習を実践していただければと思います。一問一答で勉強する。過去問のやり方で勉強するって感じで全然問題ありません。点数丸つけしなくても大丈夫です。50問一気に解くってこともやらなくてもいいです。時間を計らなくても大丈夫です。一問一答みたいな感じで解いていくっていうのでも全然ありなんで。 ぜひ弊社の予想をもしやっていいただければと思います。その後に過去問を行えば弊社レトスの模試の解説これをテキスト代わりにも使えるんですね実際そのように使っている方いらっしゃいます残り2ヶ月自分の弱点を知ってこれからどのように勉強していくか考えていきましょうそれでは本日の3問に入っていきます不法行為により物が毀損したことによる損害賠償の請求権の消滅事項の期間は 権利を行使すす。ることができるる、ここととととがででできなった時かかから10年である丸かかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはえこれ×ですね一般的な債権の消滅事項は権利行使できることを知ってから5年または権利行使できる時から10年ですこれは基本なので覚えておいてください そして、今回の問題っていうのは、この一般の債権の消滅事項ではなくて、例外的な話なんですね。特別なルールがあります。これは、不法行為による損害賠償請求権、これ物損の場合なんですけども、物が壊れたときですね。この場合は、被害者またはその代理人が、損害及び加害者を知ったときから3年、もしくは不法行為のときから20年、これを経過することによって、事項によって消滅します。 でこれ、さらっと読み流すと、これ、痛い目に合うんですね。これ、どういうことかというと、ちょっとこれ、赤文字にしているんですけども、損害と加害者を知ったときから3年って書いてあるんですね。損害と加害者のどちらも知った時点から、時効期間がスタートって話なんですよ。例えば、ものが壊されて、加害者が誰かわからない場合、この場合っていうのは、壊されたときから3年経過したとしても、 時効消滅はしないんですねなぜなら加害者がわからない加害者を知っていないからなんですだから時効期間はスタートしてないんですよだから3年経過してもこれは時効消滅しないってことですただ2のルールからこっちですね不法行為の時は20年経過すると時効消滅するよこのルールなんですけどもこれによって損害賠償請求権は時効消滅することはありますここは引っ掛け問題作りやすいんで細かく覚えた方がいいです そして、この問題の関連ポイントは非常に細かいので、個別指導で解説させていただきます。この関連ポイントを頭に入れていないと、本試験で失点する可能性が高いです。本試験はいろんな角度から出題してくるんですね。なので、そういった関連ポイントをしっかり頭に入れておきましょう。で、続いて、問い2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない B と、建築工事完了前のマンション。 代金3000万円の売買契約を締結した場合 A が B から手付金600万円を受領する場合においてその手付金の保全措置を講じていない時は B はこの手付金の支払いを拒否することができるマルかツかという問題ですえまず売り主は宅建業者買い主は宅建業者ではありませんしたがってハッシュ制限の適用があるんだということですね で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件っていうことですね。ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので5、5%は150万円ですよねで。150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、 まあ事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、飼い主 B っていうのは保全措置していないなら、手付金払いませんよと。支払いを拒否することができます。まあ、従って、丸になるということですね。 で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して、整理をしていくんですね。まあ、これも効率的な勉強法の一つなので、 ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、問い3です。土地区画整理組合が成立した場合において、施工地区内の宅地について、所有権、または借地権を有する者は全て組合員となるが、施工地区内の借家人は組合員とはならない。丸か罰かという問題です。で答えは丸ですね。借家人は 組合人とはなりません、まあ、借家人って建物を借りている人ですね。土地の所有者であったりとか借地権者っていうのは組合員になりますが、建物を借りている借家人については組合員にはなりません。でこれなぜかっていうと、そもそも土地区画整理事業っていうのは、まあ、ごちゃごちゃした土地をきれいに整理する事業なんですね。まあ、土地を工事する事業ってことですね。土地を工事してきれいに整理すると。つまり土地に関する事業なんですよ。 建物っていうのは関係ないんですねよって借家人は組合員とはなりませんそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください こうやって理解するのかあこういうことだったのか新たな発見や理解さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした今年絶対合格しましょう